今日のテーマは楽、カジュアルな感じの格好できました。今日はまあ新しいのも買い、もちろん買いますけど、割とそのスタンスは変わってないですね。原宿、高円寺とあとネットかな。まずこのフリースはネットで買いました。ヴィンテージじゃないんですけど、多分80とか90年ぐらいだと思うんですけど、 US ネイビーのフリースです。まあ、軽く羽織ってちょっと肌寒くても外出れるんで、めちゃめちゃ重要視してます。中の T シャツはグラッドハンドの、パックティーです。4枚ぐらいかな、あの色違いで2枚ずつみたいな感じで、個人的にはその生地の厚さとかも すげえちょうどよくて、ボディもちょっと太めで、まあ、ゆったりめなシルエットかなとは思うんですけど、デニムはこれはリーのペインターなんですけど、古着屋で買って割と太くてもっと長さあったんですけど、ウィズダムツールで切ってもらってサイズ合わせて今履いてます。新しいの1個買って育てようと思ってます。ブーツはクリンチのジョッパーブーツ。まあ新しいのそろそろもう1個買おうかなと思ってます。テーマもうシンプル、ザシンプルで、最近もうずっとシンプルなんですよ、ね、もう黒白で。これキャップはクラシックオブウィンドウズって僕のお客さんのサクソン君っていう子がいて、その子がやってるアパレルでいただいたもので、まあメッシュキャップですね。もうプロクラバーなんで、もう T シャツプロクラブで、このセットアップもプロクラブって感じです。靴がもうフォースワンですね、黒のフォースワン。もう超シンプルです。タトゥー入れ始めてからだん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 シンプルなものに移行してってるんで、なんかそんな内側勝負って感じで頑張ってます。これがクロムハーツで、これがアキラくんの DOD の D リング、まあ、ケンさんのダンパチのやつですね。でこれがアキラくんに作ってもらった僕のあのロゴのショーマって書いてるんですけど、これを作っていただいて、これを今はめてます、はい、基本的に本店の一本奥にあるフリーホイラーズっていうブランドを扱っているレストレーションローっていうお店で基本的に服は買ってます。完全にバイク乗るための格好、まあ、寒さ対策。これは20歳ぐらいの時に原宿のザ・ファットハッターっていうお店、まあ、オーダーメイドとか、まあ、こういうのを作ってるお店たまたま見つけて、あ、僕頭でかいんですけどちょうどぴったりで安売りしてた買ったんです。レザーはこれもラッキーだったんですけど、渋谷のトロフィークロージングっていうお店のしげさんって方がいるんですけど、その方がそのレザーを買い替えると、僕が探してるって言ったら買い替えるからこれよかったらって言って安く譲ってもらって、先月買ったばっかですなんですけど、しげさんが1年着込んでいい感じになって、ハミングバードジャケットっていう方です。全部馬側のベストはそのフリーホイラーズ、めちゃめちゃあったかいし、こう上までこう全部締めれる。本当はフードもついてる、フードはちょっと外してきて、デニムもフリーホイラーズです。これは1年半ぐらい履き込んでやっとちょっといい感じになってきたかなっていう、半年間履き続けて洗濯せずにとかいろいろ気をつけながらやってるっすね。これはブラスさんっていう大胆にあんのかな革靴屋さんで、クリンチっていうとこのエンジニアブーツ、リング、この3つがフラッシュポイントっていうとこのリング で1個これに関してはジョニー・デップのタトゥーをモチーフにしたリングだったりとか、これは本店の近くのファミマがあるんですけど、そことタバコ屋があって、その間にちっちゃいジュエリーショップがあるんです。そこの奥の裏の棚にある、奥行かないと見えないんで。ベルトは、このレザーと同じトロフィーさんのスタッツベルトで、オーダーで、石の色を変えれたんで黒と緑好きな色を入れて作ってもらって、で唐草彫りしてある革なんで結構渋い感じで、まあ買ったばっかなんでこれからって感じですかね。味出るのはだいたい知り合いのお店だったり、まあ、働いてるスタッフがいたり、まあ、友達だったり、まあ、そういう関係してるところで買うことが多いですね。テーマっていうよりはポイントとして、なんか僕スニーカー好きなんで、スニーカーが目立つようにというか主役になるようなコーディネートにしてます。キャップは普通にニューエラーメッツかな、これはニューヨークメッツのやつで、ちょっとどこか忘れちゃったんですけど、一応コラボでやってて、
メガネが稲荷アイウェア、稲荷さんっていう知り合いの人がいて、これ作ってるんですけど、結構派手なのが多くて、これ比較的なんか合わせやすい感じのメガネかな。パーカーが、ガールズドントクライでヴェルディ君がやってるブランドで、まあ、着させていただいてます。でパンツ と、上に着てた、セットアップが、ワコマリアで、そうですね、これも後輩というか友達が働いてて、まあ、いつもお世話になってます。セットアップが、まあ、トラックジャケットとトラックパンツなんで、まあ、かっちりしすぎず、まあ、スポーティーなんですけど、なんかワコマリアっていうところで、まあ、スポーティーにならなすぎず、まあ、何でも、合わせやすい、まあ、セットアップかなっていう。スニーカーが、これがナイキのダンクで、ユニオンのコラボですね。下に色が入ってて上にかぶさってんですよ。なんで切ると下の色が出てくるんですけど、まあ、そういうなんかちょっと変わったデザインで、中がピスタチオっていう色入ってて、まあ、緑なん でそこでキャップとパーカーをグリーンにしたって感じですね。一番最初に出たその OG のラインっていうのがあって、当時出たやつとかってもちろん履けないんで、まあ、それの復刻だったりどっかとのコラボだったりとか、そういうのを結構履くことが多くて、新しいやつとかよりは履きにくいこともあるんですけど、そういう昔からあるのがかっこいいなっていう、そこで選んです。古着屋さんか友達のショップかネットっすね。原宿近辺が一番多いっす。俺はナイキの2000年代ぐらいのヴィンテージのニット帽で、これも2000年ぐらいのフーディー。これはネットっすね、どっちも。下はカーハートのカーゴパンツ、カーゴパンツじゃない、ジーパンかな、わかんない。スニーカーはあのエアーシップっていうジョーダン1の1個前のプロトタイプのジョーダン1のやつ。フーディーのサイズが好きっす、今このちょっとキュッてなってる感じが。フーディーがいい、すごい動きやすいやつかな。今日は機能性を求め始めてるよ、もう最近は。仕事するからね、結局なんかカットしづらい服着てるのはマジでやだ。もう暑くて汗かいちゃうのが、もうクオリティやっぱ下がっちゃうから、そういうのはまず除外して仕事着は着てると思う、みんな。確かに。これで本店メンバーのコーデ紹介になります。他店でもやると思いますので、皆さん楽しみにお待ちしてください。ありがとうございました。